2016年大晦日、日本列島が地に染まる。経済低迷、政治不信、弱体化し続ける日本に突如として現れたニャンコ軍団。狂乱怒涛、冷酷無残、尻滅裂、和気あいあい、焼肉定食、アイラブユー、四字熟語っぽいのを並べてみたが、奴らの進軍を止めることはできない。そういえば、にゃんこ、と、ちゃんこ、は、響きが似ている。しかし、にゃんこ鍋、は、あまり見たくないものだ。にゃんこを丁寧に言うと、おにゃんこ、となる。ちょっと懐かしいと感じた人は、いい年頃の人だろう。この前、手紙を書こうとして、書き始めたのはいいが、久々に書いた自分の字があまりにも汚くて、途中でやめてしまったのを思い出した。そもそも誰に出すかも決めずに書き始めたのが一番の失敗だ。子供の頃、大きくなったら野球選手になりたいとか平気な顔して言っていたけど、今思うと恥ずかしい。まあ、漫画家で大金持ち、それはなれるものなら、今でもなりたいと思ってる。お金があれば、愛なんていらない。なんて正直どうでもいいんだけど、ただ一つだけ言いたいことは、にゃんこ軍団はそんなに悪い奴らじゃないよ。ってことぐらいだ。戦争実況。